ということで、ポケモンはまあダメージ受けてるでしょう。あ、じゃあ回復されてるのでワイルドエリアに向かいましょう。ナックルシティに向かいましょう。ちょっとまあこれがちょっと危険を伴うかもしれませんね。はい、今さくら行くぞ。あれ、地味だなのにわざわざ見送り、俺がチャンピオンになるってカブさんにはわかるんだな。ジムバッジを3個も集められずにジムチャレンジを諦める。トレーナーは数多くいる。だから僕に勝った者はみんな見送りをしているよ。ふう、間に合った。空飛ぶタクシー様々だよ。チミは、チシマサクラにホップ、おめでとう。カブさんに勝つなんてすごいよ。カブさんからジムバッジもらえる。ジムチャレンジは少ないんだ。だから応援の意味でみんなで見送りをするんだな。ということで、君たちの声援を送ろう。いけいけ、ホップ、やれやれ、チシマサクラ。君たちは待ち構える。ジムリーダーは、つわもの揃いだ。だが、君たちなら勝ち抜ける。ポケモン信じ、突き進め。カブさんたち、サンキュー。再び決勝戦にするために、俺たちがガンガン勝ち続けるぞ。目指すはナックルシティ。頑張ろうぜ、千葉さくら。ということで、まあ、やっていきましょう。ワイルドエリア。まあ、こうやってぐーって抜ける感じなんですかね。結構まあ危険なポケモン多いんですよね。ワイルドエリア、俺は強くなって戻ってきたぞ。シマサクラ、ナックルシティはあっちだ。ワイルドエリアをまっすぐ突き切るのもありだけど、ジムバッジを持ってる俺は以前より強いポケモンを捕まえることができるんだぞ。よし、決めた。すごいポケモンを仲間にして伝説の1ページを増やすぞ。無駄なことは許してなさい。どうせジムチャレンジも突破できないのですから。あなたたちを推薦するなんてチャンピオンもどうかしてますね。そっちのホップ君に至ってはまともにボウフレも投げられていないし。わかってないな。俺の投げ方は最強だし、兄貴は世界一のチャンピオン、バカにするなよ。やれやれですよ。あちらで勝負をしてあげます。そうすればあなたがどれだけ弱いのかはっきりとわかるよね。よく行こうぜ。お前第二鉱山で千葉さくらに負けてるくせに、つまりだって千葉さくらのライバルである。俺にも勝てないぞ。千葉さくらのチャンピオンだの、あなたの強さを見せてくださいよ。だから勝負で教えてやるよ。じゃあな、千葉さくら、ナックルシティで会おうぜ。まあああいう人はまあ世の中にいますね。まあ通り道にまあ強いポケモンいたら捕まえようかなって。バンバドフ、いやちょっと怖いや。とても強そうなバンバドフが現れた。とても強そうな。レベルなんぼだ、36。あ、捕まえられないな。ちょっと逃げよう。危ない危ない。もう一回町に戻ってちょっと買い出ししないといけませんね。危ない危ない。じゃあスーパーハイパーボールも多分買えると思うんですよ。じゃあ大規模に今投資していきましょう。はい、ということで、買いに来た。あ、買えないのか。スーパーボールか。
いい傷薬。あれなんか出てこないぞ。いや、やめとこう、やっぱ。逃げとるフラッシュ。まあ、これならいけるっしょ。水の波動。あ、倒しちゃった。あー、水の威力強くなってんだ、多分。突進。いいね、突進。突進、あー、じゃあ、突きで。丸くなるいらないな。よし。あれ、なんかこっから出てきたのに。なんもいないっすね。あ、天気によるのか。何曜日は雨とか、何曜日は晴れとか、そういうのが決まってんのか、多分。じゃあ、せっかくだから捕まえるか。やばいな。これちょっとまあ逃げるか。草タイプはちょっと嫌いで。本当に何か傷薬でちょっと。あ、カビゴン。レベルどうなんだろう。とても強そうな。最悪逃げるか。35以下だったら。あー、ダメですね。
確かもう、確かそう。あ、ダメだ。これはまあ逃げよう。それに。あ、じゃあ戦いましょう、ちょっと。あ、なんで倒しちゃうの？急所ってなんでこんな時に当たるんだよ。ちょっと。忘れさせるが自爆。黒い切れない。それではまた。